一番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でも…なんか、変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て。こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に海抜群を殺してる怪異よね。隊長、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神兵が厳しい相手だが、持ちこたえろ。これしかないな。行くぞ、花火。 OK、 やろう、ユイト。花火よろしく。やだ、こいつ確かに手強そうだぞ、花火。そうだね、崩して戦わないと。何かの資材がぶら下がってる。ユイトの念力でドーンってあいつに落としちゃおうよ。よし、任せろ。仕切り直した。これでよし。
やったか。ユイト、無事か。お前ら、巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。を倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか。自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオンクン7頭の瀬戸鳴上隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ超党兵の戦いぶりは。ユイトも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは、やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか。さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな、祈祷するぞ。周防に戻るまでが任務だからな、気を抜くなよ。了解。